はい、こんにちは、ぷんすチャンネルです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。まだ登録されてない方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回は太アゴだったり青舌だったり、あとは西アフレオパなど昆虫食の爬虫類に使える流動食について紹介したいと思います。実際に拒食期、あとベビーの時なんかにかなり我が家では活用したので、ぜひぜひ参考になれば嬉しいです。私自身も爬虫類を飼い始めた時に先輩の飼育者さんに相談してこの流動食のやり方を教えてもらったので、参考になればと思って動画を作りました。今回は詳しい作り方だったりとか、あと開け方なんかも動画に収めていますので最後までご覧ください。それでは早速作っていきます。用意するものはこんな感じです。左からニードクリケット、レプラーゼ、カルシウム。このカルシウムは左が太アゴとか紫外線が必要な子、右が紫外線がいらないレオパとか西アフなどのカルシウムになります。ビタミン D3 が入ってるか入ってないかの違いですね。それはあげる子によって変えてください。あとお皿、スプーン、シリンジ、あとここにあるのはお水ですね。こちらを用意して作っていきます。ニードクリケットの代わりにこういうフードをすりつぶして使ってもいいと思うんですけど、ニードクリケットがねめちゃめちゃ楽なので皆さんにおすすめしたいと思います。はい、早速作っていきたいと思います。まずはお皿にこちらのニードクリケット、こちらを入れていきます。そしてビタミン、カルシウム剤ちょっと多めに入れておきます。レプラーゼもここに追加します。粉自体は混ぜると、まあ、ちょっと薄い茶色かなみたいな色になります。ほぼほぼ割合がニードクリケットが一番多くて、カルシウム剤とレプラーゼがちょこっとを入れる感じですね。ニードクリケットと水の量によって粘付きがかなり変わってくるので、水っぽくしたければ水を多めに、もっとね固形っぽくドロドロしたければニードクリケットを多めに入れるといいと思います。はい、ここからね水を入れて練っていきます。ちょっとずつちょっとずつ入れてあげましょう。ちょっとドロドロめの液体に仕上がりました。これをねシリンジに入れてあげていきたいと思います。シリンジは100均に売ってるこう先が細いものだと結構西アフとかレオパだとねあげやすいかなっていう感じです。またね太アゴとかだとこういうシリンジの方があげやすかったりします。どちらもね口を怪我しないように、特にこっちはね先が尖ってるので爬虫類ちゃんたちの口を怪我しないようにちゃんと見てあげてください。はい、シリンジはねどちらでも大丈夫だと思います。揚げやすい方で揚げていきます。はい、今回は拒食期にゲルを飲んで大きくなった子たちに当時を思い出してね飲んでもらおうと思います。この子はレオパード月光ハイイエローのレモン君になります。レモン君は4ヶ月か5ヶ月ぐらい拒食を繰り返していて、まあ、どんどん痩せていっちゃった子になるんですけど、今はねこの通り復活してブリブリになっています。当時あげていた様子をねちょっとだけ再現したいと思います。レモンさん、もう食欲が戻りすぎているので食いついてきちゃうんですけど、レモンちゃんちょっと普通にゲル飲んで、あなた美味しいって分かっちゃってますね。ペロペロしてください、レモンさん。はい、ペロペロが止まりませんね、レモンさん。はい、続いてベビー期がねとんでもなく拒食だったスモモちゃんにもあげていきたいと思います。もうねスモモも多分味分かっちゃってるんで、こんな感じでね口の上にちょっと乗せて舐めるのを待つっていう、はい、こんな感じですね。こういう風にあげてました。
はい、今回は青舌、太あご、西アフ、レオパなどで使える誘導食について紹介しました。他にも昆虫食の爬虫類だったら結構使える誘導食かなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。我が家ではベビーや拒食期の時に結構使ったゲルなので、もしねベビーを今育ててるとか拒食期で悩んでるっていう方は一度試してみるといいかと思います。他にもね、作り方だったり配合だったり入れるものとかをね、爬虫類の飼育者さんによって結構様々ではあるんですけど、あくまで一例として参考にしていただければと思います。プンスチャンネルでは爬虫類に関するこういうお役立ち情報だったり可愛い動画を発信していきますので、気になる方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、またね。